はい、おはようございます。マスターです。じゃはい、いつもブログを見てくださって本当にありがとうございます。あとですね、まあ今日からですね、ちょっと東京に3、4日いますんで、ちょっと今これあるところで撮ってるんですけれども、こう光がね、暗い感じで見えにくいかもしれないですけども、まあ頑張っていきたいと思います。はい、今日はですね、昨日に引き続きまして、秘密のその2をお話ししたいと思います。ところでですね、皆さん、広告とかホームページのページとか、とはチラシとかですね、うん、何でもそうですけれども、お客さんにこう出すというか、見込み客を集めるためにこうプロモーションをしますよね。プロモーションっていうのを、その時にこう一生懸命こうガーッと書いて自分の写真を載せたりとか、あとは何があるかな、まあ自分の技術がどんな技術でとか、地図載せたりとかっていうのありますよね。で、まあ腰痛専門でやってる方は腰痛治りますとか、肩こり迫ったら肩こり治りますとか、まあいろいろそうやって言いますよね。でもですね、一つですね、大事なものが抜けてるんですけれども、それ何だと思われますか？それが今日の秘密なんですけれども、基本的にお客さんとか顧客とか患者という人たちっていうのは、僕たちの言ってることは信じません。うん。なんでかって言ったら、うさんくさいからです。そんなうまいこと言って、結局のところ、治らへんのでしょうとかね。こんなうまいこと言って結局売ることが目的なんでしょうとかって、いうふうに言わないですけれども、思ってます。で、イコール、思ってるっていうことは、要は、あなたの治療に来ないってことなんですね。来ない。そりゃそうですよね。いきなり直しますよって言われても、はぁみたいな。やってんのみたいな。寝ぼけてんのかみたいな話になるんですけれども、そういう時に何をすれば一番信頼を得られる？自分が何か方法を書かなくても、患者さんっていうか、あなたのところに来てほしい人たちを一気に集める方法っていうのは、すでに来てくださってる患者さんの声、お客さんの声ってやつですね。英語で言うたらテスティモニアルって言うんですけれども、そのテスティ、僕らテスティ、テスティって言いますけど、そのテスティね、お客さんの声っていうのを集めてください。そのお客さんの声っていうのは、僕結構こんだけ、まあこれちょっと見せられないですけれども、ぐわーっと結構あって、まあこんなにあるんですよ、お客さんの声っていうのは。証拠になりますよね。で、その見込み客というか、患者さんが来てほしかったら、すでに来てる患者さんのことをこういうふうに改善したんですよっていうふうに言ってあげたら、とてもいいと思います。一番信用します。うん、とても信頼度が高いんですね。で、どうせ患者さんの声を載せるんであれば、顔写真であるとか、あとは実名ですよね。そういうのがあれば、もっとぐっと信頼度というのはとても上がります。自分たちがどんだけいいこと言っても、結局のところ患者さんの声を、一番患者さんっていうのは信頼するんですね。なので、今日はですね、今日からですね、何か自分で、お客さんの声を取ってもらえるように、何か工夫をしてください。取って、その声をネットのページに載せたりとか、ブログに載せたりとか、あとは広告に載せたりとかっていうのをしてください。そうすることによって、とても信頼度が上がります。やると、やらへんでは、全然違います。なので、簡単なことですよね。やってください。実はですね、これはとても簡単で、とても早くですね、あなたの治療院に患者さんを集める方法でもあるし、イコールですよ。あなたの貯金通帳の残高をとても上げる、要は作戦ですね、戦略になるんですね。なので、頑張って取ってください。取らないと始まりませんので、取ったらアップして、取ったらアップして、で、とても良くなった人にはインタビューさせてもらっていいですかとかって言って動画撮ったりとかっていう工夫をしてください。そうすることによって患者さんっていうのはとても集まりやすくなるし、信頼をされます。そう、信頼されるってことはですね、要は、あなた
ん自身のことをあのの話をよく聞いてくれるようになるんですよ。予約とかにつながっていきますんで、しっかりこういうですね、お客さんの声っていうのをたくさん取ってください、うん、そうすることによって地域一番店なんてあっちゅう間になれます。早くね、はい、あっちゅう間です。なんで頑張って、どうせやるならね、何か楽しくやってみてください。はい、今日はですね、秘密のその2、患者さんの声を集めろと、お客さんの声を集めないと何も話になんねえぜという話に、なりました。明日はですね、なんと3発目、秘密のその3最終回ですね、言いたいと思います。うん、この秘密を知ることによってもっともっともっと気持ちが楽に、たくさんの患者さんを集めることもできるし、患者さんとのコミュニケーションをすごく早く取るようになれるし、かつ、まあ、経営ですから、売上が上がるっていうことは間違いないと思いますんで、明日も、よかったら、というか、よかったらというか、見てください。たくさん、コメントを待ってます。で、今日からですね、東京なんで、どっかで会いましょう。知らんけど。はい。まあ、それではまた明日お会いしましょう。今日も見てくださって本当にありがとうございました。ではまた明日。バイバイ。